はい、お便りコード陽介管理です。お便りコードみのるです。はい、ということで、まあ、野外の、はい、スクラッチというのは、はいはい、まあ、かなりですね、はい、今もう大ブームで、はい、もうちょこっと公園に出ると、もうそこら辺で、みんなやってますね。やってたらいいなっていう。希望ですか願望ですか願望です。そんなに世の中甘くない。はい。ということなんですけど、はい、まあ一応、まあとはいえですね、はい、我々の中では相当流行ってるということで、はいはい、ヌマークか、はい。ヌマークの PT01 スクラッチというのがですね、あって、なんとポータブルプレイヤーでフェーダーがついてて、それでスクラッチができると。そうですね。レコードでですね。レコードで、そう、はい、レコードで。本物のレコードね。はい。で、まあ、それが発売以来。はい。まあ、いっぱい売れてる、ね。売りましたね。うん。累計すごいたくさん売りました。もうわかんないですね、もう。だよね。はい、もう出荷しすぎちゃって。うん。もうほんと大変でしたけど。ということで、はい、まあ、これはちょっと、どんどんこの、業界っていうか、ポータブルスクラッチの業界が流行ってくるのかなというふうに思ったんですけど、はい、なんか、それが出て、なんか、後になんか全然続かなくてみたいな。まあ、ちょっと行き渡った感はありますよね。感じで、親と思ってたら、まあこれが今回と、はい、いうことでございますね。はい。ということで、ちょっと皆さんに、ご覧いただきましょう。今日はですね、はい、このマーク、わかりますか皆さん。はい、戦国時代の、どこ家の、かもじゃないですね。ありそうっちゃありそうだよね。こういうの、まあ、結構モダンな家紋ってあるから ね、戦国時代でもね、はいはい。残念ながら違うと。いうことですね。これですね、うん。はい。リループ。はい。はい。リループ。はい。いうことですね。出してくれたということですね。はい。はい、じゃあ、早速開けてみましょうか。はい。はい、あ、で、一応、これ、見せますか。まあ、こんな感じになってますね。はい。まあ、ぐるっと、あ、そうですね。ぐるっと散歩しますか。はい。うん。はい。いいですか？はい。もう田中さん。手ぶれの田中の汚名が返上されます。知らんけど。そんな汚名が。いや、ピンボケあったけど。ピンボケか。そうそうそう。はい。こんな感じですね。はい。はい。はい。いうことでございまして。じゃあ、早速、はい、開けてみましょう。はい。お願いします、アラビ君。ガチャ。ガチャ。えい。はい。ということで、はい、出ました。リループのスピンですね。はい、これはいつ発売？ざっくりで構いません。6月中下旬です。6月中下旬。中旬です。まあ中旬みたいな感じで、はい、発売になんとなりましたと。はい、まあ前からですね、ちらちらと、噂があったりなかったりという感じで、はい、本当に出してきたなということですね。で、まあ皆さんですね、結構DJ 通の人とかレコード通の人はこのフォルムを見て何か思うことがあると思うんですけど、はい、それはあれですよ。まあ内緒、なんかね。内緒です。飲み込んでください。だけど、これね、俺ね、ごめんね、初心者の人たち。ごめんね。その、マニアの人っていうかに言いたいけど、これは、リループ曰く、リスペクトだと。いや、これ本当ですよ。言いましたね。リスペクトだと、はい。カルチャーの継承だということなんで、うん、これ逆にね、あ、これは、みたいな、ことを言う人がいるかもしれないけど、これも逆に拍手です。うんうんうん。はい。ということなんで、本当に愛が溢れたブランド、はい、リループということでございます。で、じゃあ早速ですね、荒川君、はい、ご紹介をいいですか、はい、各部門というか、はい、はい、まずさ、ね、あ、ごめん、まずピピってやってもらっていいですか、あ、電源、ああ、そうですね、電源、はい、電源はですね、これ付属ですよね、はい、付属です、はい、これにこれで、これですよ。はい。まあ動画だからいいよね。ラジオだったら許されないけどね。これにこれ。代名詞のオンパレード。これマイクロ USB。マイクロ USB ですね。マイクロ USB。はい。
で、これ刺します。で、ここにあの刺すとこありますからね、これ。はい。うん。えい。これでもさ、ほんと、めっちゃ壊れそうじゃん。うん。そうですね。よくみんな壊さんなと思うけど。はい。じゃあ、早速ですね、荒川君。はい。どういうものなのかと。はい。初心者の人にも一回ちょっとお見せいただいてということで、はい、よろしいですか。はい。で、まず針を取って。で、これ再生ですね。再生ボタンここにありますからね。はい。フェーダーがついてる。フェーダーがついてる。はい、ということでこれは、スクラッチができると、こんだけで、はい、しかもスピーカーもついてる、うん、フェーダーもついてる、はい、でレコードも最初からついてますね。なのでもうこれだけでスクラッチができるという製品になります。はい、はい、で、まあこれがまあかなり待望だったと、はい、でお値段先に言っておきましょう、はい、2万円後半ぐらいというふうです。で、PT-01 スクラッチが、1万円、中ぐらいですね。中から後半ぐらい。はい。まあ、1万6千円いくらとか、2万円って感じですけど、高いじゃないかと。はい。1万円ぐらい上がっとるじゃないか。どうなっとんのや、みたいな。っていう人がいるかも、そういう心ない人がいるかもしれないですけど、大丈夫です。大丈夫ですよね。全然大丈夫ですね。1万円多く払ってください。はい。はっきり言って、私たちはもう一生懸命出荷した PT-01 スクラッチの中古の買い取りの山が来ることを恐れてます。それぐらいすごいから。はい、いやいや、あの PT-01 いいんですよ、はい、PT-01 で、はい、はい、あのいいんですけど、1万円出すともっとすごいよと。そうですね。で、出す価値あるよと。あります、あります。本当ですか？本当です。はい、本当です。はい、はい、いうことで、じゃあちょっと各部説明を荒川君ちょっとお願いします。はい、まずですね、はい、はい、まあ普通にレコードプレーヤーです、まずは。で、まあここに針がついててスタートストップをして、あ、いかん、針が変わっとるな。ああ、戻そう。あ、戻しました。実はね、いいよ、もうあの動画続行ですよ。はい、実はですね、これ針が変えれるんですよ。もう、あ、最初に落ちいっちゃった。針が変えれて針が変えるといいんですよ。はい。あ、それね、あの、コツありますよね。あの、洋介管理人はもう、これの、あの、こう、ああ、パコンと取れた。針交換選手権の常連なんで、実は。あの、県大会ですけどね。ちょっと面白い。ちょっと面白かった、今。はい。いうことで、今変えましたよ。はい。はい、これが純正ですね。純正です。これもともと8。はい。はい、じゃあもう、はい、続行しました。はい。はい、で、まあ、じゃあ、あの、純正でも全然いいですよね。普通になります、ね。まあ、全然普通になります。音も悪くないでしょ？はい。Break it down。 まず普通に、レコードプレイヤーですね。これフェーダーが、切ってあると、オフにしてあると、うん、ならないと。で、これをオンにしたり、オフにしたりできるから、まあ、スクラッチができるっていうことなんですけど、これまあ、オンになってれば、普通にレコードプレイヤーとして使えます。うん。はい、で、さっきもお話したんですけど、うん、このレコード、これスクラッチ用のレコード、こう、交換音が入ってますね、こういう。よく聞いたことある、こういう、スクラッチの、こういう音が入ってるレコードがまあついてます。うん。で、フェーダーがついてて、プレイヤーとして使えるんですけど、で、まあ、じゃあそしたら、こっちを見ていく感じですかね。あ、もう PT-01 と比べて、スイッチがありますね、はい。そうですね、あ、そうですね。もう、その流れでいきますか。あ、いいですか。まず、スタートストップボタンがついてると。で、これは PT-01 ではついてないんですか？ついてないです、うん。はい。ついてないので。PT-01 はどうやってやるんですか？ PT-01 は、はい、ここ、アームレストって言って、まあ、ここにアーム収まって、こう収まってるところがあって、こうパッて動かすとこう勝手に動いてくれると。要はここにスイッチがついてるわけですね。そうですね。ここにプレッシャーがかかると、はい、あの止まる、解放すると動くという仕組みになってるんです。アームが内側に行くと勝手にプラタが再生するっていう作りになってるんですけど、これに関してはもう関係ないので、スタートストップを押さなければ、回らないと。
だからさ、俺昨日さ、はい、そうそうそう遊びながらやったけど、そうなんですよ。そういうことができるんですよ。うん、ほうほう、これができるんだね。そうそうそう。うん、はい。うん、止めたまま、break it down。 うん、まあいろこういうこともできると。なるほど。あとはこう、break it down。 っていうのビューンって止めたりもできる。ドゥーンですね。通称通称ドゥーン。ドゥーンができます。うん、はい。で、まあ PTZ1 スクラッチと比べるとですね、フェーダーがですね、うん、これ DJ ミキサーとまあ同じぐらいの幅をこう持った本当に。フェーダーがあるんですね。本当にフェーダー。本当にフェーダー。PT-01 スクラッチに関しては、フェーダースイッチといって、はい、こう、こういう、ここに軸がこうあって、うん、オンオフっていうのがこういう風に動く、こうパタパタこう、こう動くものがついてるんですよ。うん、本体のところにですね。うん、で、オフ、オンっていう風になるんで。そうですね。0100なんだよね。そうです。なので、こう滑る動き、本来ある DJ ミキサーを持ってこの滑る、横に滑って動かすっていう動きをせずに、こういうパタパタした動きになるので、うん、まあ、実際にその DJ ミキサーとかでスクラッチをやってた人が、うん、まあ、使いにくいと、いうことで、まあ、結局 PT-01 スクラッチ買われた人は、はい、あのカスタム用のフェーダーっていうものを、うん、がまあ人気で、それをつけて、うん、まあ、ちっちゃいんですけど、うん、こんだけしか動かないんですけど、こういう横のスライドの、まあ、DJ ミキサーみたいにちゃんと扱えるフェーダーにみんなカスタムして使うっていうのが、うん、まあ、流行って、うん、まあ、ほとんどの人がそれで使ってるというところがあります。うんうん、で、もうこれは最初から、ここについちゃってる。ついてると。この長いのがついてるんで、まあ、使いやすいですよと。これは？これがですね、これが、これ、まあ、こういう風に使って、右手でフェーダーを切って、うん、左手でスクラッチをするっていう、ことで、まあ、こっちについてるんですけど、うん、これ自分で取り外しでして、こっちに付け替えることができて、うん、そうすると、左手でフェーダーを切って、右手でスクラッチするっていう人が、使えるんですね。うん、素晴らしいですね。はい、こう聞き手問題があって、PT-01 スクラッチをそれで断念した人も実は言って、僕の友達にもそう言ったんですけど。かわいそうですね。はい、で、まあ、これはそれを解決してくれてると。逆も付けれますかこれは。あ、逆は、うん、あ、ごめんなさい、逆ちょっとわかんないですね。逆は補足します。うん、コメントで調べておきます。そうしましょう。はい。そうですね、逆の人が、開け、いますか、ね、開けてつけてみる？あ、やってみますか。うん。ちょっと今ドライバー持ってるから、解説しといて。はい、あ、気をつけないでドライバー持ってきます。これ、プラスドライバー。はい。これ、あんま良くないけどな、ね。うん。そういう感じですね。はい。ね、これは、まあ、このまま、あれなんですけど、これ EP アダプターって言って、ですね、7インチのレコード。あ、これが7インチレコードですね。で、普通レコードの軸って、これ規格がこのサイズなんですけど、ここがレコード、ここがボコッと大きい穴が開いてる、ドーナツ版って呼ばれるこうレコードがあって、それを再生したい時には、これをアダプターをこうはめて、それにカポッとはめて聞くっていう。まあ、そういうレコードを聞かないんだったら全然使わないんですけど、っていうものがここについてます。